どうも、そじゃないそです。昨日から販売されている乃木坂の福袋2021あるじゃないですか。前回ね、動画も出したので、ぜひね、それを見てからこの動画見てもらえるとありがたいんですけど、この動画で、は僕の、まあ、完全なね、僕の個人的な意見なんですけど、この福袋、まず買うべきかどうか、買うのおすすめなのっていうのと、買うならじゃあどっち、A、B2 種類あると思うんですけど、A、B どっちがいいのっていうのを話していきたいと思います。さっきも言ったし、これからも何回も言うと思うんですけど、これあくまで、僕の個人的な意見になるので、もう本当に参考程度にというか、参考にもしない方がいいかもしれない。もしかしたら参考にもしない方がいいかもしれないんですけど、この動画見つつ、あ、この人こんな考えなんだなって思って、最終的にね、自分でよく考えて買ってもらえたらいいんじゃないかなと、買う人はね、買ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。じゃあまずそもそもこの福袋買うべきなのかどうか、買うべきっていうか、おすすめなのか、買うのおすすめなのかっていうところで言うと、正直僕は買わなくてもいいんじゃないかなって思っちゃってます。それなんでかっていうと、値段あるじゃないですか。 A、B ね、 A が8800円で B が1万5000円だと思うんですけど、値段の割になんかうーんって感じなんですよ、個人的にね。そう、なんか値段ね、高い、めっちゃ高いじゃないですか。8000円と8800円と1万5000円ってもうすごい高いじゃないですか。その割にうーんってね、思っちゃう部分がちょっとあるっていうのと、なんか去年とか今年よりも、もうちょい前の福袋、過去グッズが入ってるぐらいの福袋の方がなんかすごいね、面白みがあって、よかったんじゃないかなって。まあ、今回その中身がね、全部分かっちゃってるじゃないですか。分かっちゃってるって言い方もあれなんかもしれないけど、分かってるじゃないですか。それが僕はちょっとなんか、去年もそうだったけど、残念に思っちゃうんで、買わなくてもいいのかなって個人的には思うんですけど、で、まあ買わなくてもいいんじゃないかなって言った後に、どっち買う方がいいのかっていうのもなんかちょっとあれだと思うんですけど、一応買う人もね、もちろんいると思う。まあ僕も実際、買わない方がいいと思いつつ買うんで、そう、買わない方がいいと思いつつ買う人なんで、どっちをね、もう買おうかなって決めてる人、で、どっち、A、B 悩んでる人もいると思うんですよ。買うけどどっち買おうかなみたいな人もいると思うんで、A、B どっちの方がいいのか、ここから話していきたいと思うんですけど、まずそれぞれ、A、B、いいところ、悪いところっていうのを話していきたいと思うんですけど、まず A のいいところ、こんな感じだと思っていて、A はまず価格が B よりも安いっていう、まあ、決して安くはないけど、B と比べたら安いっていう、ところと、B には入ってないグッズが入っている。まあ、これはね、A、B ともに言えることなんですけど、A には B には入ってないクッション、個別クッション、個別ポスター、それから個別ランチボックス、ボールペンっていうのが入ってるっていう感じですね。あと、悪いところというか、まあ、残念というか、B と比べてっていうところで言うと、グッズ数が少ないっていう感じですね。まあ、それだけ値段も安いっていう、ところだとは思うんですけど、グッズが全部で8点、ですね。で、生写真も10枚、5枚、 B より5枚少ない10枚という感じになってるっていう感じで、次 B のいいところ悪いところなんですけど、いいところとしては A よりもグッズ数が多いってところで全部で9点ですね、入っていて、生写真も、A よりも5枚多い15枚と、なってるって感じで、あとは A には入ってないグッズが入ってるっていうことで、 B の方は目覚まし、アクリル、個別アクリル目覚まし時計か、と個別 T シャツ、それからウォールポケット、あと収納ケースとスライダーバッグが入ってるっていう感じですね。で、悪いところ、デメリットに関しては、値段が、価格が高いと、なってる。まあ、その、なんていうんだ、価格が高いからこそグッズが多い。価格が安いからこそグッズが少ないっていうのは、もちろんあると思うんですけど、こんな感じで、まあ、ここまでは、ほんと誰が見てもわかるような価格が高いだったりとか、価格が安いだったりとか、グッズ数が多いとか、グッズ数が少ないっていう、ところのね、いいところとか、悪いところ言ってたと思うんですけど、こっからはもう完全に僕の意見で、その A、B の中身、のグッズの話をね、していきたいと思うんですけど、正直僕、まあ、結論、もうちょっと結論言っちゃうんですけど、僕は B の方がいいと思ってます。買うんだったら B の方がおすすめ。僕は圧倒的に B の中身の方が欲しいっていう純粋に思ったんですよ。さっき言った A には入ってないところの、個別目覚ましアクリル時計、個別アクリル目覚まし時計か、は結構欲しい。めちゃくちゃ欲しいと思うし、T シャツも、まあ、普通に欲しいと、感じで。まあ、ウォールポケットも、まあまあまあ、欲しい。かなっていう感じで、収納ケースもまあ収納できるし、うん、まあいいかなっていう感じで、まあスライダーバッグに関しては僕正直ちょっとわかんない、うん、届いてみないとわかんないんですけど、うん、まあ別にね、まあいいかなっていう感じで、まあ個人的にはやっぱ個別でこのアクリル目覚まし時計っていうところは結構大きな、ところなんですけど、で逆に A の方を見た時に、うんっていう、まあそんな、うん、欲しい欲しくないかで言ったら欲しくない、いや欲しいか欲しくないか言ったら欲しいんだけど、うん、まあそんなにかなっていうところで、まあクッションは A のね、 A の方の個別クッションは
僕欲しいです正直。個別クッションは欲しいんですけど、まあ個別ポスターはまあね去年もあったしなみたいな、去年もあったしなんかそんなねいらないってことはもちろんないですよ、いらないってことはないんですけど、うーんって感じで、でランチボックスに関してもこれもなんかねなんか使うにもなんか使えなそうだし、なんか飾るにも飾れなそうだし、なんかすごい保管に困りそうだなっていうのがあって、まあそれは感じ完全に僕なんですけど、まあ、使いたもどんどんね使うと思うしっていう感じなんですけど、ランチボックスもうーんって感じ、でボールペンに関しては僕正直ちょっと欲しいなと思ったんですけど、よくよく考えたらまあ別にかなっていう感じで思って、値段とグッズの中身のこう考えをよく考えた時に、うん、B かなっていう、高いんだけど高いけど B かなっていう結論に至りました。はい、ということでちょっとめちゃくちゃ分かりづらかったと思うんですけど、まとめると、個人的に福袋自体買うか買わないかで言うと買わないのがおすすめというか、買わなくてもいいんじゃないかなって思ってて、仮に買うんだとしたら B が個人的にはおすすめっていう、まあ、グッズの中身とか考えた時に B の方が僕はいいよっていう、おすすめだよっていう、結論に至りました。はい、そんな感じでね、まあ両買える人はもう両買っちゃっていいと思うんですよ。もう両方買えるぐらい余裕のある人、お金とかねいろいろ余裕ある人はもう両方ポーンって買っちゃったらもう解決っていう感じだと思うんですけど、買おうか悩んでる人とか AB どっち買うか迷ってる人はね、この動画見た上で買うのか買わないのか、買うんだったらどっちを買うのかというのを決めてもらえたらいいんじゃないかなと思います。一覧の登録、高評価、ツイッターのフォロー、コメントよろしくお願いします。バイバイ。